これは何を作ったかわかるかな？こんなポケモン怖すぎる。モンスターボールが崩れた。何が出てくるんだ？皆さんどうも、コンコンチドイヒーです。皆さんどうも、バカバカプーバカキンです。皆さんどうも、先生です。先生だけ挨拶普通だな。このメンバーが揃ったってことはアロンアルファでお尻の割れ目を塞ぐのか？そんなことしないでしょう。そうじゃなくてマインクラフトで対決でしょう。じゃあお尻作り対決をしよう。お尻作り対決なんてしないよ。じゃあブツブツお尻作り対決にしよう。ブツブツにすればいいって問題じゃないから。じゃあポケモン作り対決なんてどうだろう。先生は真面目だな。じゃあ今日は人気のないポケモン作り対決だ。なんで人気ないの作るんだよ。人気あるやつ作れよ。それじゃあ僕から作っていくぞ。またバグってスキンが変だよ。あじゅっぺじゅっぱ。今回は黄色のブロック使っていくぞ。これを置いて、はい、できました。またブロック1個置いて終わりかよ。これ何かわかるかな。わかったぞ、たくあんだ。たくあんなわけないでしょう。ポケモン作り対決だよ。じゃあピカチュウかな。知らない人が話しかけてきた。先生のこと忘れるなよ、バカだな。それじゃあこれがピカチュウか。それじゃあ僕が本物のピカチュウってのを見せてあげよう。いよいよドイヒー君が本気を出すのか。本気出しちゃうよ、うんちと一緒に。本気はお尻から出てこないから。それじゃあ黄色を使って作っていくぞ。黄色さえ使ってればピカチュウだからね。そんなことはないでしょう。黄色を積み上げていって足の出来上がり。足細すぎだろう。もっと太くて短いから、これ絶対ピカチュウにならないよ。体も細めに作っていく。ピカチュウ体も太いから。ドイヒー君はピカチュウ見たことないのかな。腕もできるだけ細く作っていこう。次に顔、まずは口を作ってるぞ。いい感じに口ができたぞ。もう人の口じゃないかよ。あとは鼻作って目を作る。そして耳を作れば、はい、できました。これのどこがピカチュウなんだよ。黄色いバゲモンじゃないか。これならバカキンの方がまだピカチュウに見えるかも。これが本物のピカチュウか。どう見たって偽物じゃないか。こんなやつ人気でないよ。先生も負けてられないぞ。この二人にどうやったら負けれるんだよ。先生はハンデとして茶色のブロックしか使えません。それじゃピカチュウ作れないよ。しかも使えるブロックは20個まで。ハンデきつすぎるでしょ。普通にやらせてあげたら。仕方ないな。それじゃ作っていこう。まずは白いブロックで足と足の間を測る。そして黒いブロックで枠組みを作っていくぞ。枠組みって美味しいグミ？グミじゃないからバカだな。黄色いブロックをつけながら枠組みつけてたらめちゃくちゃ大変だったから、まずは枠組みを一気に作って、その後に黄色いブロックつけていこう。効率よく作って、さすが先生、天才だ。先生天才、野菜は白菜、先生の頭はマジ臭い。臭いことは言わないでよ。徐々に枠組みができてきたぞ。そして足の完成だ。これがハゲチュウの足か。ハゲチュウってなんだよ。枠だけじゃなく黄色以外の部分の色もつけていこう。いい感じにオレンジ色のラインができたぞ。先生まだまだ時間かかりそうだから僕も作っていこう。バカキンはもうやらなくてもいいよ。緑、青、赤のブロック置いて、はい、できました。またブロック置いただけじゃないか。これ何かわかるかな。不思議だね、ゼニガメ人影じゃないの。ブブー、正解はサルノリ、メッソン、ギバニーでした。色一緒だからわかりにくいわ。それじゃあ先生、続きを作っていくぞ。枠組みをどんどんと作っていく。まだまだ時間かかりそうだし、先生できたら起こして。寝ないで見ててくれよ。次にほっぺたの赤いのも作っていくぞ。この赤いのはヒバニーかな。ほっぺたにヒバニー作るわけないでしょう。赤い部分もできたぞ。だいぶピカチュウっぽくなってきたな。さあここで問題、これは何でしょう。急に問題出してくるなよな。
カルノリ、メッソン、ヒバニーだったんじゃないの？ブッブー、ゴリランダ、インテレオン、エスバンでした。進化しても見た目一緒、こんなのわかるわけない。次に顔を作っていく。奥に変なのが見えてるな。誰だ、僕の作ったものを変なのって言ったのは。寝てたんじゃないの？君の顎の方が変だから。それは言わないでよ。鼻、口、目と作ったぞ。あとは耳を作っていく。耳ができて枠組み完成。もうこれで完成でいいんじゃないの？でもこれじゃ中途半端だからさ。だけど時間かかりすぎだよ。タイムオーバーで先生失格。それは厳しすぎるな。あと尻尾作るのを忘れてたよ。物忘れするなんて先生バカだな。バカキン、人のこと言えないから。尻尾ができました。あとは中をどんどんと黄色にしていって、はい、ピカチュウの完成。さすが先生、すごいクオリティだな。そうかな、これだったら僕の方がいいと思うけど。これのどこがいいんだよ。ピカチュウ進化したらこれになったらいいのに。もう誰も進化させなくなるわ。さて問題、これは何でしょう。また問題かよ。だからゴリランダ、インテレオン、エスバーンじゃないの？ブブー、違うのかよ。これはダイマックスしたゴリランダ、インテレオン、エスバーンだね。正解。ダイマックスしてるならさっきより大きく作ってくれよ。そしてドイキー、よくわかったな。それじゃあ次は僕の番だ。次はまともなもの作ってくれよ。じゃあ何のポケモン作ってるかわかるかな。まだ足だけじゃわからないかな。ヒント、足は茶色だよ。足が茶色くらいだったらいろいろいるからまだわからないな。じゃあ続いてのヒント、体は肌色だよ。肌色か、じゃあ格闘ポケモンかな。それじゃあ顔を作っていこう。顔さえ見ちゃえばどんなポケモンかわかるぞ。またまたヒント、髪の毛が生えてるぞ。髪の毛生えたポケモンなんていたかな。それでは正解の発表。正解はたけしでした。ポケモンじゃないじゃん、ゲームボーイ時代のジムリーダーね。たけしが覚える技はガタガタ震えるです。ガタガタ震えるのは青鬼のたけしだから。結局はまともなもの作らないな。続いては先生の番だ。先生、時間かかるからもう作らなくていいよ。厳しいな。どうしても作りたいものあるから、負けでいいから作らせて。負けでいいのかよ。今回も黒で枠組みを作っていく。枠組みで丸を作っていくぞ。丸の中には小さな丸、そして下は白、上は赤にしていく。これでもう何作ってるか分かったかな。分かった、ハゲたムキムキのおばあちゃん。そんなの誰も作らないよ。正解はモンスターボールでした。先生うまいな。だけどこれポケモンじゃないから。それを忘れてました。あちゃぴちゃぱー。先生、そんなモンスターボールじゃまだまだだよ。僕のモンスターボールの方がすごいよ。なんか形変だけどね。それは後ろにポケモンが隠れてるからだよ。このピストンに赤いのをつけると。何が起きるんだ。モンスターボールが崩れ出した。そして後ろからポケモンが出てくるのか。何が出てくるんだ。たけしかよ。たけしは進化したらゴーダたけしになるよ。ジャイアンにはならないから。この仕掛けどうやって作ったかというと、モンスターボールの下の方に粘着ピストンをつけていく。その後ろに赤いのをつけて伸ばしておく。伸ばしたところにブロックをつけていく。これを丸くなるようにどんどんと置いていく。丸くできたら粘着ピストンについたブロックの上にモンスターボールになるようにパウダーを置いていく。次に粘着ピストンについた赤いのをずらすためにピストンを置く。ああ間違って赤いの壊しちゃった。一つずれちゃったよ。これどうやって直せばいいんだろう。まずはここに赤いのをつけて、ずれたところ急いで入れ替えれないかな。あーどんどん崩れていく。大失敗だよ。あちょっぴちょっぱー。
赤いの壊さないように気をつけてピストンをつけていこう。赤いのとピストンまで距離があるときはガラスでその間を埋めていこう。そして回路でこのピストンが動くようにしておく。あとパウダーが落ちたところに松明を置くのも忘れずに。これでモンスターボールからたけし登場の出来上がり。たけしは出てきてほしくないけどね。というわけで今日の対決はここまで。対決の結果はバカキンの勝ち。なんでバカキンが勝ちなんだよ。だって種類たくさん作ったから。どれもクオリティ低かったけどね。それでは次回はどんな対決になるのか、よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイポンポラピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。